今ママって噛んだよ。今噛んだっすよね、完全に。ママって完全にすげー噛んだけど大丈夫大丈夫かな、まあ、こんな感じで、はい、はい、どうもどうも、たこやんでございます。はい、社長でございます。第22回ですね。はい、これちょっと僕正直初見なんですよ。はい、はい、ね、僕の持ち物で。ただちょっとぜひ体験してほしいってことなんで。はい、社長さんなんかこれ入れたかったんですよね、100本動画に。あのね100本動画っていうかね比較画像みたいな。あ、なるほど。あの動画でアップして資料的価値として。そうそうそう、日本語英語選べる、無駄に国際仕様無駄に国際仕様。はい、まあ、その中でマスターファイター。マスターファイターそう、これタイトルがね、まあ、こう簡単なタイトルで、まあ、どうしようこれ対戦。これね、マスターファイターって、はい、香港かなんかの偽物のストツがマスターファイターって名前が確か確か。だからもうそこからもパクってる。復習が出てますね、完全に。まあ、このゲーム何が見どころかっていうと、パクリ。この今のちっちゃいチビキャラ、うわほら、うん、見てこれ、ほらもう、うわうわうわ、ほらほら、これね、あのこいつってキムガファン、キムガファン、これが、そう、これがまずワールドヒーローズの、でこれ10位かな、顔はなんか溝口っぽいの、そいつあれだよ、これビッグですか、あれジョンクローリーじゃねえかな、あでタンフル、タンフル見た目色一緒じゃねえか、でこれユリ、あユリ、右の俺右の方で言ってます、完全なユリですね、そう、でこれがなんだろうな、これわかんないな、動かしてみれば多分わかる。でこいつがあの画廊伝説に出てくるなんかデブいやつですね、はいはい、ベアですか、族のリーダー、族のリーダー、族のリーダーね、うん、でこいつはあ、これがユリかな、これギースですよね、あこれギース画廊2のギースねじゃあこいつ誰だ、あれこれユリだな、これ誰だこれ野球チームこれしなんか市内持っちゃってるけどね、まあそんな感じで、ゆうさんこれ、まあ、急に始まりましたけど、はい、今回ね、うん、これ第22回ですよ今日は。ちょっと僕の目の間違いですね。これあの坂本って書いてる気がするんですけど違いますよねこれ。坂本です。坂本です。誰だ、龍馬かな。これが龍で、右のやつが龍坂崎でね、多分、はい、元が。でちょっと僕、はい、キム使います。キム使うの。俺じゃあ誰使うの。じゃあ分かんないやつ使うこれ。こいつだ。これなんだろうこれ。音楽のスパンが短いですねこのキャラ選択の。音楽これなんかひどいな。まあ、こんな感じで始まりました。格ゲーですね。ネオジョー CD っぽいなここもね。俺も思った、これなんかこれもパクリだと思うんだよね、このキャラ。新サムのあのパタパタってでかい音で音でかい音でかかった、ごめんあらあれほら戻って、違うほらどっと荒いでしょこれ。これでもねキャプチャーしてんだよ画面を。はいはいはい、ドットからパクってんじゃない、データから吸ってんじゃなくて、わざ出ないプレイのとんでもないよ。おい、これカインの技であるよ。あマジでマジで、あの手裏剣みたいな、手裏剣登って折り際にパンチっていうマジでなんかシュワルズパンチみたいな名前の技がありました。しかもちゃんとこれ凶悪な攻撃犯って思ってますこれ。危ないんだけどやばいやばい、全然こいつリーチないな意外と。うるさいなこれうるさいイエスイエスこいつうるせえ声がやすやすやす、気品な声出しやがってなんか胸こすって飛ばない方針を胸こすって胸こすってるねなんか胸こすってるけど大丈夫コス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 ってやってるコスコスしてから出るけど何ローリーバック熱え熱えすごいヒットスすげえヒットスダメだよこれあれ当たんねえなんだよよし、ちょっと待って、硬直長い。よし、よし、よし、あぶね、まさか出ない、よし、勝ちたい、これ、勝ちたい、こんなんでも勝ちたい、絶対次のラウンドもやんないぞ、こんなのやだ、絶対やだ、あー、これ無理、あー、勝たない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 、もう嫌だ、もういい。あれ、6、あ終わりだ、ね、時間が終わりだ。まあ、ちょうどよかったですね。はい、まあ、何が言いたかったかっていうと、はい、まあ、なんだかんだで、やっぱ格ゲーって面白いよねっていう。いや、まあね、今盛り上がっちゃったけど、うっかり盛り上がっちゃったけど。でもまあ、まあ、一言だけ言うのに、まあ、操作性とか含めて、まあ、やっぱひどいですよね。ひどい。この、まあ、とりあえずこれはね、比較画像いっぱい出すんですね。で、そこで見てくれ。パクってて、うん、ちゃんとその元の手応えとかまで再現できたらいいんですけど、本当にアイデアなくただ出す、うん、この、主戦度みたいなこのゲーム。安く出して売れたらラッキーみたいな。ひどいもん、ね。本当にこれは、ちょっとダメですね、うん。これはちょっとひどい。褒めれる。いや、これを出させたソニーがいけ罪があると思う。ちょっと共犯ですね、これ。これはひどいもん。
量もひどい老けてんな、SNK のなんかこれ先取った先取ってはないなキングオブファイターズ出てるしな、まあ、そんなわけでね、もういいもやっぱこうつまりこう反面教師なわけですねやっぱり、うん、なんでこんなもんが発売されたんだよ。じゃあちょっとこれできる翔太さん、はい、貴重なゲームをちょっと見させていただいて、はい、ちょっと感慨無量でございますが、はい、次はもうちょっと面白いゲームやりましょう。でも俺これもう俺はね10分おきぐらいで、うん、10分ごととかでいいと思う。あのちょっと僕たちね、うん、今までちょっとこの3回ぐらい真面目だったなっていうのがあった、うん、そういいゲームを出しすぎたなっていう、本当にアンチだったね、あれはね、このまま行くと思うなよ的な、うん、何クソ的なところがあったんで、いや俺ちょっとそこ用意してもらうのこのクソなゲームをね、超クソゲーをちょっと用意してもらうんで、まあ、まだあるよまだ。そうですね、やっぱりあの弁解の余地なしでクソですもんね、やっぱりこれは本当にファミ通で何点ついてたかって確かにデータがあるけど、うん、確か本当にデスクリムゾンに次ぐなんか本当ひどさだった。あ、なるほど、うん、よくだってファミ通でやっぱデスクリに並みに、はい、なんでこれが発売されたかぐらい書いた気がするんでちょっとそれはネットで探しておきますんで。そうですね、うん、では探してアップ、皆様、ね、うん、また来年、はい、本当ね、あの年末年始、はい、皆さんね、体気をつけていただいて、あったかくしてね、はい、で楽しく、まあ、僕はずっとちょっと仕事なんで泣きそうですけど、はい、ただこれがアップされるときはもう来年かもしれない。全然来年だと思いますよ。あの次会うときはね、うん、あのおめでとうございますになってると思いますんで、はい、でね、皆様、いい年末、年始を、ねね、年始過ごしていただいて、はい、どうもありがとうございました。第22回、はい、ザ・マスターファイター、はい、そうです、クソでした、はい、どうもたこやんでした。はい、所長でした。お疲れ様です。お疲れ様です。